まあ消滅したんでレベルは上げれませんが。うん。OK、回復。さあ、ちょっとここで装備の見直し。スタミナ上げたんで、もう一個ぐらい中ロリのまま、装備できるかな。うん。できるね。割と中。重量が、70% だから71ぐらいまで OK か。とりあえず手でいこうか。強靭。今の俺の装備がラダーン装備。ラダーンって、ラダーンって。ラダーンってダメですね。もう1ぐらい上げればいけそうだね。とりあえずこれでもしとこっか。ああ、なるほど、呼べるのね。まあまあ、ってことはボスだよね。よし。では、DLC の初ボス。あれ？これ、ヤギ？地下にいた。ユートの体に。獅子舞みたいな。本当に獅子舞みたいな。これは獅子舞だ。サムネ候補。獅子舞。獅子舞じゃん。やっぱ獅子舞じゃん。大盾だと全くスタミナ削られませんな。ダメージもないですね。全部ガードできちゃう。で、ケツいって、これ楽勝か？大盾でケツ回って、うわー、ただダメージはやばい。スタミナは全然余裕。あ、なんかやった。チャンス。左に回りながらずっと盾を持っているだけで。特に問題なし。攻撃パターン変わらなかったらこれで勝てそうだ。痛い痛い。シュース回るんかーい。あれ、体力回復してないの？ここ気のせいか。パクパクされた時に回復された。
さあ、ということで、そろそろ攻撃に行かないと。エストの残りがやばい。はい、死んだな。パクパクする。回復はしてないか。はい、OK。なんか盾持ちになってる。あの視点どうにかならないですかね。視点どうにかならないですかね。あの両手持ちの仕方ってどうだったっけ。わーいわーい。三角おしっぱ。なんか急、L1をしながら三角を失敗。ん？本当に忘れてる。OK。まあ、全部ガードできるんで、これは本当楽でいいね。さすが大盾。何この威力。右回りしてる。クソカメラどうにかしてもらいたい。この攻撃今前ロリでかわそうとしてるんだけどね。あれの回復不可能もよく、これなんだよ。今もロリしたんだけどさ、人の後ろでよさそうやな。オッケー。画面端は危ない。なーにこれラージャンかよ。嵐が雷に変わった。ちょっと よし、雷行くやろう。嘘だろ。はい、来たじゃん。もうこう連打して飲むしかないんだ。めちゃ回復してんじゃん。雪？
コ踏み。ゲージがきつい。厳しい。いろんなパターン。でも雪のが楽じゃないって気はする。反撃したら これは雷が終わるまで我慢しなきゃ無理かな。どういうこと？食われてる。そう。この後ね、隙まみれだと思った。こんな隙ない。さあ、でもまあまあだいぶ初期段階は慣れてきた。諦めよう。なんで食らってるの？よし、まあ雷はやっぱりどうしようもないな。なぜかな。もう一回この後横に走る。嘘だ、どんなこと。氷チャンス。さあ雷はもう逃げるしかない。ラスト。風。やっぱ雷はどうしようもない。雷はどうしようもない。あれ、ここから死ぬの？
回、もう一回ガードして。うわー、カウンターで決まったな。何がどうなったか分かんない。はい、回避したつもりだったんだけど、死ぬか、耐えて耐えて、ダメ。さあ、獅子舞くんね、ちょっときつすぎるところもあって、しかし諦めたくはない。となれば、カット率を上げるやつをね、もう一つね、現在一個一段階強化して一個あるんで、もう一個見つけると、カット率をもう一回上げれるんで、ちょっとそれだけ探しに行こう。お、なんかあった。頼む、いいもの。礼拝。来い。逆手剣。頼む、頼む。博士ずらんじゃない。チンアナゴさん、おっすおっす。祝福じゃない。なんかヤバい人の声がする。あ、祝福はあった。触れられないんだけど。どこの誰に反応してるかわかんねえんだけど。敵は、敵リング切れたかな。よし、まあほっといてもええやろ。今回の目的はそうじゃないんだ。やっぱじっくり探索しないと見つからないのかな。1個目はチュートリアルみたいな感じでもらえたんだけど、2個目はね、あの街探索してやっと1個もらったぐらいだからね。え？馬禁止区域。侵入とかいいから。これはアイテムが欲しいだけなんだ。本当に全然見つからないね。懐かしい。あいつ落ちて死にそうだな、 NPC 君。くっそ。なかったね。本当ないね。まあ、1,2,3,4,5 ぐらいまではあるから、多分15個ぐらいはあると思うんで、そこら辺中に落ちてるのかと思ってたんだけどね。全然見つからんわ。お、あかん、これ入れん。よし。馬ルートなしや。何もしてないのに4000ソウルぐらい溜まってんだけど。多分セーブポイントがあるんじゃない。ほら。
はい。ダメっすね。こっちの奥ルート。祝福への移動は行えません。なんでやねん。頼む。ありそう、ありそう。頼むぞ。全部同じ？おお、村にたどり着いてしまった。頼む、頼むよ。違う、そうじゃない。終わってきま、頼む。礼拝。礼拝はあれでしょ？あっちのトレンドとかが強化される方でしょ？自分の守備力が上がる方のアイテムが欲しいんだけど。なん、人骨のかけらこれだっけ？違うな、影獣のやつだね。礼拝の方はね、上がるんだけどね。そっちじゃないんだわ。でもこれ、影獣って書いてるから、こういう木の下にあるのかもしれないね。うーん、影の血のルーン。青じゃなくて白だった気がするんだよね、ドロップ。湖。ああ、洞窟。大体洞窟の入り口にはあれない。珍しい、かがり火が。まああるわね。牢獄。いや、もう今の目的はこれじゃないんだ。ということでね、またエラクの大橋に来ましたが、ガバガバ。ガバガバ警備。何にも警戒してねえんだよ。この辺のテントを探ったらある可能性もあるんだけど。わ、あるじゃん。ガバ警備、ガバ警備。地図見れないから一回座ろっか。なんかいるね。なんかいらっしゃいますね。
だからもう趣味悪すぎなんだって。ほんとすぐ吊るしたがるし突き刺したがるんだから、この世界の住人はよ。もうちょっと人を大事にしろよ。何オブジェにしてんだよ。嫌な現代アートだぜ。北に向かう。またなんかすげえ揺れた。これ揺れるのって何なの？サクテクのやつらもガバガバだな。ガバガバすぎ。なんか知らないけどソウルが増えました。ルーンか。ああ、地図外に出てしまう。クマがいた。これ指、あの光が刺すやつじゃない？ヒグマいたぞ、ヒグマ今。開いてる？墓ですな。ないね。諦めっか。獅子舞倒しに帰るか。やっぱだいぶレアアイテムっぽいね。しまった！あれ来た道がねえって今一瞬思っちゃった。途中降りるとこあったね今。よし、じゃあ行くか。再戦や。